ウスどもおかりんです。本日はハックンタイム第3弾がやってきましたんで、早速やっていきましょう。はい、今回は森の底の10コインってことで、森の底に落ちている10コインを拾うことがゴールの条件。今回初めての条件付きコースって感じですね。まずはそこまで一気に降りるルートを探してみてください。上りはどこかで壁キックを使うかがポイントになってきますよと。さあ、みんなのタイム見ていきましょう。といってもね、まだ始まったばっかりってこともあるんで、あ、でもそれなりに分かりやすい形してるね。19秒がもう一番早いって感じか。でとりあえず21秒ぐらい目指していきましょうか。いや、前回のさ、ゼルダのコース、あれはもう正解を見つけるまでがすごい難しかったから、これもだいぶ難しくなってるんじゃない？違う？あ、キノコや。これ取らんでいいんちゃうかな。取ってる時間がもったいないように思えるけど。はい、あ、すごい。今回縦長のコースやからね。これは？あ、これも入れるやん。これ多分ゴールかな。あ、これゴールやね。オッケー。じゃあ、一気に下まで降りるルートを探すってことね。はい。ここは違う。あ、右も行けるな。うわ、これチビマリオでさ、右行くんじゃないの？ちょっと右行ってみていい？こうじゃない？あ、違う違う違う。あ、もう違う違う違う。ほんで？あ、右キノコ持ってったら一気に下まで行けるって感じか。なるほどね。ほんで、どこまであんねんやろ。ほらー。もう、あ、ここがもう下ね。ほんで、次、登ると。これさ、ガキボンとかさ、倒すタイミングが重要になるんじゃないの？絶対そうやん。しかも上見えへんから、敵がどこにいんのかがわからへん。むっず敵の動き全部さ、これ把握していかなあかんのちゃうの？ここにここがいて、このタイミングでこのキャラはここにいるみたいな。うーわ、むずいな。オッケー、これは下から全速力でこう。1分3秒でここか。4500位。まだそんなにやれてないね。100位以内とか入れるかも。よし、行きます。おりゃー、キノコはなしで行くぜ。キノコに群がりやがって、バカな奴らだ。ここ、ちゃうか。じゃあもういきなりゴール行ってるやつおんねんけど。なんだあいつ。ヒップドロップはなしの方がいいかな。あ、ちょ、待って、危ねっ。オッケー、よしよしよし。あ、危ない。もう、ほんでここで取ると、あ、もう取ってるやつがいるな。早いな。カキボン踏んで、あー、いけへんか。もう21秒経ってしもてんけど。もうゴールしてるやつがいるってことでしょ。早いよ。ここ上まで行って、うわ、どこに敵がいるかわからん、マジで。何回やらなあかんねんこれ。よいしょー。オッケー。これで3、40、切れ、40切れて。何やあいつ、まだゴールでおるぞ。面白いやつだ。ない、ドン。3000位。あー、そんなにやな。一番多いのが28秒ぐらいか。いや、これ詰め方マジでわからんな。自由じゃない、降りる方法なんて。で、ヒップドロップはない方が早そう。ほら。はっ！せやねん、そこに、あいつがいるから。あ、これ早い、めっちゃ早い、今の見た。みんな今の見た。で、右からこうやろ。で、ブー来て、ここは下からこう行って、右で変える。どう？なんでここ上登って、ここ右かな。右で行って、ここのツタを全力ダッシュ。あ、ここ遅い、ここ遅い。ここをどうにかして早く行きたいんやけど、ちょっと微妙かも。でもとりあえず初手は右が安定な気がする。よいしょ。あー、30切れへんか。3000位以内入ったか。ドン。1500位。な、左でずっと棒立ちのやつがおんねんけど、かわいい。で、ここ右、よいしょ。オッケー、ここ、そうそうそう。あー、そこぶつからずに行きたいよね。オッケー。いやー、そのハックン早いな。取って、左ルート遅い気すんねんけどな。あー。とりあえず、ツタはなるべく、登らん方がいい気がするな。俺的に。ここよな。ここをどうにかして早く行けへんかな。いやー、さっきより遅いぐらいか。で、初手はもう、オール右で、右から帰ってみる。右から帰ってみるか。お、どうだ。あ、
今のこれツタ登れるんじゃね、登れへんかな、ここよな、これどうしたらいいんやマジで。よいしょ、ほんのちょっと早くなった、27秒ぐらい。まだおるんかお前。ほっ、オッケー、うーどん、あ、一番多いとこ抜けたね、841。よしよしよし、こっからあと7秒か。いや絶対さ、もう分かってんのよ場所、あのパックンどこやろ、最序盤のパックンどこがもう遅い、分かってんそれ、すごく難しいんだよな。あいつが早いな、あの一番早い、ちょっと見よう、右やな、右帰っていった、ちょっと探そう、ここをこう、いや違うな、いやこれ普通に登るしかないのか、これ右のルートがさめっちゃ怪しいねんけど、だってえでも登れへんのかちゃうな、あこっからこうか、あこうじゃね、あ絶対こうやん見つけちゃったぜ、おら右まで一直線、よらジャンプせん方がいいかな、でもジャンプしてまうだよな、そういう年頃ない、ほいオッケー、ほんでもう一個よな、ここほんでここにメットがいるから、あまだか、くそミスった、いやでも早い早い、でも早い早い、今までミスがなかったらだいぶ早い、2秒ぐらいは縮められてたはず、ほらトゥ、ここやな、ぐーっとぐーっと降りて下まで行って、オッケー一番乗り、あちょっとその遅かった、おい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 、オッケー、あーここ、あーどっかに P スイッチとかあるんちゃうか、ほあここ大ジャンプで乗り越えられる、なる、オッケーオッケー、ちょっともたついたけど、それでも早いないいね、どんどん縮まってるよ、面白い。オッケーオッケーオッケー、ここは一気にねこれでいけるはず、オッケー、早い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 、圧倒的に早いどうだ、24秒きたっしょ、3秒か、おお24秒、3秒までいった、めっちゃ縮んだやん、これグーンってグッ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 グーン上がるっしょ順位、さあその結果はいかに、来い、ドン244位、いやーでもこれ以上縮めるってなったら全く新しいルートを見つけやんとあかん気がするな、で俺の生き方まだスマートじゃないもんな、うん、ちょっと探すわ、またタイム更新狙うのもいいけど、こう行って右行って、あーそういう生き方もあるのか、そう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 、あこうじゃない、えちゃう、これ今早かったよな、うまくいけば結構早い気がするんやけどな、あの書き棒を踏むのがむずいな、やっぱりとりあえずやっぱり全部のルートを巡るべきやと思うやわ、任天堂さんやし、だからこうぐるーっと行って行きとは、え書き棒さん位置違いますやん、ちょっとどういうこと、ここをな、こう行って、こ、その上まで一気に壁ジャンプで、こう行きたいんよ。こう。こう行けたら、だいぶ、早なる気がするんやけど。あ、ほら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 、見た？今、見た？このハテナブロックを蹴っていくのが、肝なんじゃないかなって、そう感じてる。いやー、パックン邪魔。こう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 、今のがベスト、今のができればベスト、こうよな、ちょもう早いんじゃない、今かなりミスってたけど早いんじゃない、ほら、おえー、すげえ早い早い、今俺結構頑張ってたで、
もう諦めようかな、練習ぐらいの気持ちだっとってんけど、それでも1秒早なったわ。ドン。おお。来た。いやーでもそんな変わらん。さっき20秒言ってたっけ。あ、でも21秒台になったね。よしよしよし、ドン。おお、結構上まで来たね。もう一個行きたいな。さてここでちょっとハックン入れてみようか。え、みんなキノコ取るんやけど。嘘、このタイでキノコ取る？まさかの取った方がいい説？あ、これ早いよ。あ、え、左からめちゃめちゃ早い来たやつおるな。早い。なんでそんな早いん？あ、でもパックン使いよるな。お、なんか早いやつおるな、右から。で、ここをね、ヒップドロップすれば下まで一気にいけるんよ。お、待てよ。なんか今右のそこ、その隙間から行ってませんでした？あそこの隙間入るにはしゃがみジャンプがいるっぽい。オッケー。あ、こうか。なるほど、今の壁ジャンプでずっと行けるのか。それは早いかもしらん。今の早いな。今の早いけどここが遅いな。なんてこった。あ、早いぞ。 19.250 より早い。あ、ちょっと早なったな。おお、ガチればこっちのが早いのか。はい、というわけで僕の記録は、まあ、両方のねルートでいい記録出せたってことで 21.664 で終了にしたいと思います。いやー、もう一個20秒台行ってみたかったですね。でもうちょっと詰めれば、スムーズに動ければいけそうな気はします。というわけでお疲れ様でした。皆さん頑張ってください。それではまた、バイバイ。